はい、こんにちは。伝承学専門チャンネル北条一世のスケープレディオセッション3。どうも、音楽レーベルスケープレック東京の北条一世です。はい、本日589回目の放送になります。今週は連日雨でした。洗濯物が干せなくて困っているという方多いんじゃないでしょうか。先週は天気が良くて春らしい1週間でしたので、変わりようにびっくりです。さて、本日のスケープレディオは、突如レーベルを移籍した孤高の天才をレコメン。本日のスケープレディオは、突如レーベルを移籍した神出鬼没の孤高の天才ブリアルをレコメンしたいと思います。スケープレディオで何度もレコメンしているアーティストです。まずは簡単にブリアルのプロフィールを紹介しますと、ロンドン出身のミュージシャンウィリアム・ビバンのソロプロジェクトがブリアルです。0年代を代表するダブステップアーティスト、プロデューサーとして知られます。ジャングル、ドラムンベース、UK ガラージ、ダブステップなどを好んで聴き、強く影響を受け、その後アーティストコードナインに楽曲を送ったことを機に、コードナイン主催のレーベル、ハイパーダブから2005年に12インチシングルでデビュー。翌年にファーストアルバム、ブリアルを発表。2007年のセカンドアルバム、アントゥルーでメディアの評価を一気に高め、飛躍的に知名度が上昇。2019年ベストとも言うべきコレクションアルバム Tunes 2011-2019 をリリース。2024年突如レーベルを移籍し、最新トラックをリリース。はい、簡単にブリアルのプロフィールを紹介したのですが、2022年にはセカンドアルバムから実に15年ぶりとなる長編作品 Antidone をリリースし、その際にもスケープレディオでレコメンしたんですが、 Antidone はビートがないかなりアンビエントな作品で、その時点ですとブリアルは割とアンビエント系やノイズ寄りの作品を連続してリリースしていた印象でした。しかし突如レーベルを移籍してリリースされた新曲は、なんとアンビエントではなく久々にビートがしっかり入った楽曲です。しかも移籍したレーベルがプロディジー、レディオヘッド、アデルなどをリリースしてきた有名レーベル、エクセルレコーディングスです。最近だとトム・ヨークの新バンド、ザ・スマイルなんかをリリースしていて、先日スケープレディオでもレコメンしました。ハイパーダブの看板アーティストともいえるブリアルが突如 XL からリリースしたということで、驚いた方も多いんじゃないでしょうか。僕の個人的な感想としては、ブリアルのダークでノイジーなサウンドは XL のレーベルカラーにジャストといった感じではないようにも思えたんですが、 XL からリリースされた新曲2曲どちらも少しだけ90年代の XL っぽいレイビーな感じのフレーズが入っていました。少しサウンドをレーベルカラーに寄せたのか、ブリアルの個人的な心境の変化なのか、これはどっちなんでしょうか。今作だけ XL からの単発リリースなのか、今作が待望のフルアルバムリリースに向けた先行シングルとしてのリリースなのか、こちらもかなり気になります。最近は EP 作を連発するアーティストが多いので、フルアルバムである必要性は昔ほど必須ではないのかもしれませんが、一ファンとしてはブリアルのサードアルバムかなり聴いてみたいです。それではブリアルの楽曲3曲続けて聴いていただきましょう。1曲目は出世作アントゥルーよりアーケンジェル、2曲目は2013年の EP 作よりライバルディーロー、3曲目はシンプルより途中少しだけ初期のプロディジーみたいなサンプルが入るドリームフィアル、聴いてください。1曲目は出世作アントゥルーよりアーケンジェル、2曲目は2013年の EP 作よりライバルディーロー、3曲目はシンプルより途中少しだけ初期のプロディジーみたいなサンプルが入る Dream Fear、 聴いていただきました。ノイジーでスモーキーなエクスペリメンタルサウンド、ブリアルニュートラック Dream Fear Voice and Form は XL Recordings から発売中です。今日レコメンしました3曲は Spotify Podcast で楽曲も込みで聴けますので、ぜひチェックしてください。
それでは今日はこの辺で、また来週土曜日に会いましょう。北条久弥でした。